前回の。間違い。おいなんだいきなり。先日メインチャンネルの方に1917のレビュー動画を投稿しましたが、あろうことかこの男、肝心のタイトルコールで盛大な編集ミスをやらかしました。いやさすがにこれはないですわ、うぶ主さん。ほんと、一番の決めどころでやらかすとか YouTuber の恥さらしですわ。やめろ、それ以上言わないでー。今後このようなことがないよう厳重にチェックします。申し訳ありませんでした。それでは本編始まります。はい、それじゃあ今回も始めましょう。今回はアンケートで決めた作品です。ほれうぶ主、今度はミスるなよ。もう勘弁してください。いいからさっさと始めろ。あ、はい、それでは、今回紹介する映画はこちら。プロメア。グレン・ラガンのスタッフの最新作ね。天元突破グレン・ラガン、キルラキルなどで知られる今石博之と中島和樹の監督脚本コンビによる長編アニメーション映画だね。これは去年かなり話題になった作品ね。いい意味でも悪い意味でも。そうだね、純粋に作品としての力で多くのファンを獲得し、オリジナルのアニメ映画としてはかなりのものである興行収入10億の大ヒットになった一方、公開当時にアニメも始まってた延々の消防隊を盗撮した疑惑とか、新潟地震の時の公式ツイッターの不謹慎なツイートとかで荒れてた、いい意味でも悪い意味でも炎上してた作品だね。まあ実際基本的な設定とかはかなり似てるもんね。これに関しては偶然なのかパクリなのかわかんないので触れないでおくよ。でもこの作品がここまで人気を得たのは盗作だったかどうかとは全く違うところにあると思う。このプロメアの最大の魅力は何と言っても、グレン・ラガン、キルラキルで見せた監督と脚本のコンビによる独特のアニメーションをさらに進化させたとてつもない映像にある。確かにグレン・ラガンの頃からすごいアニメーションを作る人たちではあったわね。絵自体はちょっと荒いというかデフォルメが強めではあるんだけど、とにかく動きと情報量で畳みかけるタイプの作家だね。あとは何と言っても作品に込められた熱量の凄さ。この監督の作品ってとにかく熱いって印象が強いわね。前田建設ファンタジー営業部の時にもちょっと言ったけど、グレン・ラガンという作品はガンダムなどでリアル化の方へと進んでいったロボットアニメに対して、あえてマジンガー Z 的な熱血系ロボットアニメを復刻させようという動きがあった作品でもある。今だと必殺技の名前を叫びながら打つロボットアニメってほとんどないもんね。ロボットアニメに限らず、こういった熱さを持つアニメというのは今だとあんまりないね。最近だともうジョジョの奇妙な冒険ぐらいかな。ああ、あれはスタッフの熱いジョジョ愛が感じられるアニメね。そんな中、今石監督と中島さんは熱いアニメを作り続けてる人たちだね。グレン・ラガンの後に今石監督はガイナックスを退社し、トリガーを立ち上げ、その後再び中島さんと組んで作ったのがキルラキル。これもまさにグレン・ラガンのような熱を持ったバトルものだったね。そしてそんなコンビ初のオリジナル長編アニメ映画が今回のプロメア、だね。前からちょいちょいリクエストもらってたけどようやくやるのね。ずっとやろうとは思ってたんだけど、劇場で見てからちょっと時間が空いちゃってたからね。もう一回見直してからやろうと思ってたんだ。ちなみについ最近円盤が発売されましたが、僕は今回に備えて池袋のグランドシネマサンシャインの 4DX 版を見てきました。あえて映画館で見直してきたのね。で、久々に見たプロメアはどうだった？いやー、やっぱりこの作品は映画館のスクリーンで見てよかった。円盤を家で見るのとではだいぶ違ったんじゃないかな。確かに映像がとにかく凄そうな作品だもんね。グレン・ラガンやキルラキルの時点でも十分凄まじいアニメーションを作る人たちではあったんだけど、今回のプロメアでさらに一つ上の次元へといったって感じだね。去年公開されたスパイダーバースとちょっと似てるよね。映像内の圧倒的な情報量や 3D 感が非常に強いアニメーションなど、かなり似た性質のアニメ映画ではあるね。スパイダーバースはアメコミ的な表現をそのまま映像化するという作品だったけど、こっちはまさに今石中島コンビだからこその新たなアニメ表現が盛りだくさん。特に炎のエフェクトなんかは見たことがないものだね。三角形で炎を表現するなんて発想、どこから出てくるんだろうね。立方体で表現される氷とは対照的に見せるための三角形なんだろうね。まさにこの作品でしか見られない独特の表現だよ。今となってはアニメの表現というのもある程度型が出来上がってきてて、全く新しい表現というのを作るのはすごく難しくなってる中で、こういった全く見たことのないアニメ表現を発明しただけでもとてつもないことだと思う。それぞれ方向性は違うけど、同じアニメ表現の新境地を開いた作品が日本も公開された2019年は、もしかしたら将来アニメ史の大きな転換期と言われる年になるかもね。まあ厳密に言うとスパイダーバースは本国では2018年公開だけどね。次にすごいのは物語の勢いと密度だね。グレン・ラガンのコンビだし勢いがすごいのはわかるけど、密度って何？簡単に言うとこのプロメアはグレン・ラガンやキルラキルの全話を2時間に詰め込んだぐらいの内容の濃さってこと。作品世界やキャラクターの紹介、最初のボスであるライバルキャラとの戦い、そのライバルとの戦いからの和解、
そして真のボスとの決戦、結構大きく広げた風呂敷をわずか一本の映画で畳み切っちゃってるんだ。そんなことしたらまた詰め込みすぎになるんじゃない？まあぶっちゃけその通りだね。脚本はかなり荒いし、活かしきれてない要素も結構ある。本来だったらテレビシリーズでワンクールかツークールかけてもいいぐらいの話だね。でも少なくとも見てる間はそんなこと気にならない、というか気にする暇もないぐらい凄まじい勢いがある。まあ言い換えると勢いで物語の荒をごまかしてるとも言えるんだけど、物語の語り口自体はすごく無駄がないし、これだけの話を詰め切っただけでもすごいことだと思うよ。それにグレンラガンやキルラキルのファンにはたまらない要素も多い。主人公のガロは完全にグレンラガンの神名を意識したキャラクターだし、そんなガロと最初は敵対関係にありながらも、後に若いし一番の相棒となるリオとの関係は、グレンラガンのギラルやキルラキルのサツキに近いね。最大のライバルが一番の相棒になる熱い展開多いよね。後半になるともうグレンラガンで見たことあるような要素がかなり多いね。ガロとリオが乗る巨大ロボットの見た目は完全にグレンラガンだし、悪役のクレイの巨大宇宙船での地球脱出計画なんかそれグレンラガンでやったやつまんまじゃんって思うよね。あ、あれまたやってたんだ。しまいにはガロがドリル持って突撃とかしてるもん。さすがにここまで来るとファンに媚びすぎじゃないかとも思わなくもないんだけど、なんだかんだ言っても一ファンとしては上がるところではあるね。その辺も熱さと勢いでの乗り切っていく感じなのね。正直冷静になって考えるとかなり荒の多い話ではあるんだよね。やっぱり詰め込みすぎで消化しきれてない部分は多いよ。特に主人公のキャラクターはちょっと掘り下げ不足。良くも悪くも前に突っ走り続けるだけのキャラなんだよね。でも神名に近いキャラならそんなもんなんじゃない？だとしても主人公としてそれなりには葛藤や成長を見せてほしい。物語上は自分が尊敬していたクレイに裏切られて落ち込むところとかもあるんだけど、そこをどう乗り越えるかは特に描かれず気づいたら暴れ回ってるだけ。ガロにとっては一番の心の支えだった存在に裏切られたわけだからもうちょっとおじおじしてもいいと思うんだ。その上で今の仲間たちとかリオとかの影響で立ち直り進み出すとかならカタルシスが生まれたと思う。でも実際は偶然牢屋から脱出できたから走り出してそのままクライマックスまで行っちゃう。もう一人の主人公であるリオの描写の方がしっかりしてるし感情移入しやすいんだよね。それに肝心のガロとリオの対立からの和解、そして共闘の和解の部分もあんまり描けてたとは言えないかな。ついさっきまで完全な敵対関係だったのに、お互いを認め合うような感じはあんまりないまま流れで共闘するようになっただけって感じで、ちょっとその辺が物足りない印象はあった。あとせっかくいいキャラしてるバーニングレスキューの仲間たちの扱いもかなりもったいない。ヒロインのアイナを除けばほとんど大した役割のない板だけの存在になってたのは残念だね。テレビシリーズでやってればこの辺ももう少し描けたのかもしれないわね。あとこれはもうグレンラガンの頃からそうなんだけど、ガロたちがピンチをどう乗り切るかがちょっとご都合的に感じる部分は多い。リオの能力はそんなことできたの？っていうぐらいインフレしていくし、ガロも完全に気合一発だったり唐突な新装備だったりで、その場その場を勢いで乗り切ってるだけに感じるんだよね。途中で出てきた博士とかも、ガロたちに情報とロボをあげるためだけに唐突に出てきて消えていくというかなり雑なキャラだったし。その辺はどうしても無理やり詰めた感があるわね。理屈的にもむちゃくちゃ強引でよくわかんないところもある。でもまあそれが今石中島コンビの一番の持ち味でもある。グレンラガンでも言ってるように、無理を通して道理を蹴っ飛ばすのが彼らの心情だからね。まさに細けいことはいいんだよ。って人たちね。実際見てる間はそんな細かいこと気にしてる余裕はないからね。とにかく映像の凄まじさと熱量、勢いに圧倒されっぱなしだから、ただ見終わった後にすごい疲労感があるけどね。後半なんか30分ぐらいぶっ通しでクライマックスだから、ちょっと息抜きタイムが欲しいぐらいだよ。なんか贅沢な悩みね。いやほんとそれぐらい凄まじい作品だからね。あと声優陣は本当に素晴らしかった。確か主要キャストは全員俳優出身の人たちだったわね。そうだね。2019年は特に俳優を起用したアニメ映画が多く、大体の映画はうまくいってたんだけど、その中でも特にうまくいった作品の一つでもある。特にクレイ役の坂井雅人はこの作品の MVP と言っていいぐらいだね。坂井雅人ってかなり特徴的な声の人で、役によっては本当にただの坂井雅人の声になっちゃう時があるんだ。僕の見た作品だとプーと大人になった僕のクリストファー・ロビンの吹き替えなんかが完全にそうで、坂井雅人感が前面に出すぎてるしユアン・マクレガーとも合ってない、個人的にはちょっときつい吹き替えだったんだ。でも今回はキャラにもバッチリ合ってるし、彼が本性を見せてからの演技は今までにない坂井雅人が出ててすごく良かった。松山健一と早乙女太一も全く違和感なくすごく上手かったね。松山健一はほんといろんな役をやるわね。役の作り込みだったら多分日本の俳優ではトップクラスの役者じゃないかな。たまにちょっとは仕事選べよと思うぐらい体張るからね。確かにこれはいろいろひどい映画だったわね。あと多分剣道小林の役はクレジット見ないと絶対にわかんないね。僕も事前情報入れてなかったからクレジット見て驚いたよ。それでハマ止めです。今石中島コンビによる独特のアニメがさらに進化した新たなアニメーション表現を堪能できる一本。細かい荒なんて気にしてる暇はないぐらいの圧倒的な熱量と勢いを持つとにかく熱い映画。
グレンラガンやキルラキルのファンはもちろん、とにかくすごいものを見たい人には特におすすめです。すでに円盤は発売してますし、まだ劇場でも上映してるところがあるのでぜひご覧ください。できれば劇場で見てほしいわね。そうだね、見た後にどっと疲れるかもしれないけど、4月からは中島さん脚本の新作アニメも始まるみたいだからそっちも楽しみだよ。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。